アガラスバンク。アガラスバンク。英語。クガリスバンク。ポルトガル語。バンコダスクガリスは、アフリカ大陸南端部の南に位置する海域にある、タイ、大陸方のうちの、広く平らで浅い部分である。南アフリカ共和国際南端に所在する、アガラス岬から南に 250km まで、広がる、インド洋と大西洋の境界線上にある、海底地形。アガラスバンクは、 インド洋の暖流であるアガラス海流、アギュラス海流が大西洋側に向かって寒流であるベンゲラ海流とぶつかることにより暖流が生じて攪拌される海域に位置しており、このことは海洋生物に豊富な栄養を供給することにつながっていて大きなバイオマス、生物量を誇る世界的にも有名な海域、世界有数の規模を誇る海洋生態系、そして 一大魚場を減出させている。ただし、大西洋側では、現代の組織的魚老による乱獲、特にトロールアミリオによるイワシ、南アフリカマイワシと南アフリカカタクチイワシの乱獲等が、この海域の生態系に多大な影響を及ぼすとともにバイオマスを減衰させている。バイオマスの減衰は、従来の食物網を攪乱し、 生態系へのさらなる影響を生み出している。かつては共に、イワシの群れを追っていたものが、捕食者と被食者に分かれてしまい、例えば、餌が取れなくなった南アフリカオットイは、ケープシュロカツオドリーの成長まで襲うことをし始め、それは、過去には観察されなかった生態であるという。南アフリカ海洋沿岸管理局の調査によれば、2010年、現在、マルガス島、 口術周辺では命を落とすカツオドリのヒナの80%がオットセイに捕食れているという。同じくモモイロベリカンもカツオドリビナを襲うようになっている世界的な観察拠点ともなっている多くの鳥類繁殖地が荒廃している2010年時点。インド洋側ではこのような環境問題はまだ確認されていないが大西洋で創業してきたイワシ漁業者は インド洋側の資源利用を開拓中である2010年時点。海流がぶつかり合うアガラスバンク周辺は航海者にとって厄介な水域となっており、とりわけ大航海時代を含む小舟の時代には多くの船が難破している。この海域の生態ピラミッドの底像を担う者の,のうち特筆すべき者は海洋性プランクトンとこれを餌にしている魚の 代表種といえる南アフリカマイワシである。南アフリカマイワシの群れは、その生活感の中で5月から7月にかけての時期、アガラスバンクを起点として、西、大西洋と東、インド洋に分かれて北上する CF サーディンラン。大きな群れでは、全長7キロメートル以上、幅1 5キロメートル、深さ3 0ル、時に数十キロメートルにも及ぶ莫大なものとなる。 このイワシが、ケープシロカツオドリや、ウミウルイ、南オオセグロカモメ、南アフリカオットセイ、サメルイ、ハンドウイルカヤマイルカ、オキゴンドウなど、小型ハクジラ類、そして、この海域において、最大級であるニタリクジラなど、その他様々な動物の直接的捕食対象となって、おり、西、大西洋側には、十四万羽に及ぶ、ケープシロカツオドリが一大繁殖コロニー。 鳥の繁殖コロニーを形成する丸ガス島などがある。しかし先日の通り、西の海域では、イワシの著しい現象によって捕食・被食関係に乱れ、生態系の拡乱が生じて、同等をはじめとする多くの鳥類繁殖地は荒廃し、2010年、現在、打ち捨てられた巣が目立つ。この海域において、南アフリカオット星が、ケープシロカツ踊りのヒノと成長を、 桃色ペリカンがヒナと一部の成長を襲って食うことは、工場化しより、ケープシロカツオドリの生息数は激減しつつある。一方、桃色ペリカンは、農場で廃棄される花菌の増物を餌とすることで、肉食を習慣づけてしまい、数的にも増殖した後になってかかる肉の供給を、断つべく、対策されたことによって、魚食から肉食に傾倒したまま飢餓に追い込まれることとなった。 それにより、彼らは、ケープシュロカツオドリオを襲っている。桃色ペリカンは、体重 2kg 以下のひなドリを主に狙う。この生態は、ケープタウン大学のパーシー・フィッツ・パトリック・アフリカ鳥類学研究所によって2009年に発見され、BBC の撮影班によって、動画映像に収められた。東側へ移動する、イワシの群れの規模は西側に比べれば小さいが、 大きな規模であることに変わりはなく、こちらでも、バード島、セーシェル諸島のバード島などが、ケープシロカツオオドリ島の海鳥繁殖コロニーになっている。皮肉にも、バイオマス、生物量が大きかったがゆえに、イワシ漁の創業水域となって乱獲された西の海域で暮らす捕食動物は、植えることとなり、西に比しては、バイオマスの小さかった東の海域で暮らす、 捕食動物は従来通りの生態を保持しているのが現状である。アフリカ大陸周辺にあるタイはアガラスバンクのほか、マダガスカル島の東沖に所在するの一部をなす四つ、すなわち、サヤデマルハバンク、ナザレスバンク、がある。中でも、最大のサヤデマルハバンクは世界最大級の規模を誇る。ホーキンスバンクはモーリシャス沖に広がっている。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。